トレバー・ウィルキンソンが起こした TVR は80年代にピーター・ウィーラーが社長に就任するとライトウェイトスポーツ路線から脱皮し高性能スポーツカーを少量生産する会社へと大きな変革を遂げたその変革の象徴ともいえる一台が1992年に登場したグリフィスである。グリフィスは ロングノーズショートデッキという古典的なプロポーションを持つロードスターだがそのモダンなエクステリアは TVR の合理的な精神を表していたそのボディはチューブラーフレームの骨格に FRP 製のアウタースキンをかぶせたもので基本部分はキミイラと共通である。 搭載されたエンジンは数々のスポーツカービルダーに愛用されたローバーバ製 V 型8気筒デビュー当初は275馬力を発揮する4リッターだけだったが程なくそのボアアップ版の5リッター仕様が投入された345馬力 48.4kgm を発揮する この5リッターエンジンを搭載したモデルがグリフィス 500, であるグリフィス500は車重が1,060キロしかなかったためソフトトップのオープンモデルとしては驚異的な性能を誇った0.100キロ加速は4.1秒でこなし最高速度は時速270キロにもなったという。 当然足回りもこのパワーに見合う強固なもので前後ダブルウィッシュボーンのサスペンションには4輪ベンチレーテッドディスクが組み合わされたタイヤサイズはフロントが 22550ZR15 リアが 24550ZR16 である。このグリフィスは TVR のエンジンを自社開発する流れから2001年に生産を終えることとなった現在と過去の TVR を結ぶ架け橋のような一台である